はい、それではですね、今日から毎朝通学途中に3分この動画を見るだけで古文単語が1日6個、55日間でなんと共通テスト前までに330個覚えられます。今まで古文単語をサボっちゃったなというあなた、古文単語をきちんと覚えているか確認したいあなた、毎朝3分この動画を見るだけで自然に単語学習がルーティン化できます。それでは行ってみよう。 Hey guys, this is Rizu Kibetsu Channel。はい、おはようございます。13日目、毎日3分古文単語の時間です。今日も頑張って6つの単語を覚えていきましょう。では、まず全体の単語の意味を言っていきます。73番行う、仏道の修行をする。73番行う、仏道の修行をする。74番面白し、素晴らしい教主がある。74番面白し、素晴らしい教主がある。75番アラマホシ、理想的だ。75番アラマホシ、理想的だ。76番やんごとなし、好奇だこの上ない。76番やんごとなし、好奇だこの上ない。77番ゆゆし、不吉だ素晴らしい甚だしい。77番ゆゆし、不吉だ素晴らしい甚だしい。78番賢し、恐れ多い素晴らしい非常に。78番賢し、恐れ多い素晴らしい非常に。以上となります。それでは、前半と後半に分けて覚えていきましょう。 Hey guys, this is Rizu Kibetsu Channel。 はい、それではまず前半の3つからやっていきたいと思います。73番の行う、これはですね、仏道の作法にのっとって行うという意味から仏道の修行をするという意味になります。73番行うは、仏道の修行をするという意味になります。それでは73番の、行うの意味は何ですか。はい、仏道の修行をするですね。それでは次74番面白し、面白しというのは、現代語の面白い、いわゆる滑稽だというものとは意味が違います。あくまで、古文の単語では主、面ですね、主が白しで、目の前がですね、パッと明るくなる、白くなるというかね、白くなるってことで、白いって、白って光なんでね、主が白しっていうことで、目の前がパッと明るくなるような素晴らしい自然の光景だったり、心が楽しく晴れやかになるような芸能や遊びの様子、遊びの様を表します。その意味から素晴らしい、景色が素晴らしいと、主が白くなるような景色が素晴らしい、そして教主があるという意味になります。では面白しの意味は何ですか。2つですね、景色などが素晴らしいと教主があるになります。はい、次は75番アラマホシ、これは、理想的だと、願望の助動詞魔法師というものにがくっついてますので、ありという、動詞ですね、ありプラス助動詞の魔法師で、願望の助動詞の魔法師は未然形接続なので、ありがあらになってあら魔法師となります。なので理想的だと、はい、いう意味になります。では75番あら魔法師の意味は何ですか。そうですね、理想的だになります。続いて、前半の確認テストを行っていきます。まずは73番、行う、これは読み方は行おうと読みますね、行おう、行おうの意味は仏道の修行をする。はい、続いて、74番の面白し、この意味は2つなんですか。はい、景色などが素晴らしいと教主があるですね。最後に75番のアラマホシ、この意味を一つどうぞ。はい、理想的だですね、ありプラスマホシ、願望の助動詞マホシなので理想的だとなります。 Hey guys, this is Rizu Kibetsu Channel。 はい、続いて後半3つに行きます。まず76番、やんごとなし、これはですね、やむことなしと、はい、漢字では書きます。
要は、やむことがない、つまりこれでいいなと思ってそのまま済ますことはできないと、つまり放っておけないという意味になります。はい、放っておくことができないっていうことはもう、それは一番だと、最上級だと、この上ないというようなニュアンスになりますので、後期だとこの上ないと、はい、いう意味になります。やむことがない、放っておけない、最高だという意味の変遷になります。では76番の意味2つどうぞ。後期だとこの上ないですね。はい、続きまして77番、ゆゆし、これはですね、ゆゆしき事態だとか、現代語でも言いますけども、こう普通とはね、日常とは普通とはかけ離れているという意味になります。不吉だという意味がまずあります。そして不吉だけではなくて逆の意味で素晴らしいという意味もあります。そして最後に甚だしいと、まあ、重大だったり大変だったりというニュアンスで甚だしいという意味もあります。ゆゆしの3つの意味はまず不吉だ、そして2つ目はその反対の、素晴らしい、そしてその程度を表す甚だしいという意味になります。ではゆゆしの3つの意味をどうぞ。まず1つ目が不吉だ、そしてその反対の素晴らしい、で程度を表す甚だしいと、はい、いう意味になります。では、最後ですね、78番、賢し、これはですね、漢字が、3種類あります。まず、こちらの賢しに関しては恐れ多いと、はい、畏怖するの畏という字を書いたり恐怖の恐と書きますので、恐れ多いで、もう一つの賢しは wise ですね、賢いと、 smart の賢いです。これは素晴らしいと、立派だねと、素晴らしいねと。で、3つ目が賢しを連用形にして賢くという形にします。そうするとまあ連用形ですから用言に就職する、用言にかかるので意味としては副詞的な意味になります。で、程度を表す副詞になって非常にという意味になります。はい、賢しの意味3つどうぞ。まず2つの漢字ですね、最初の3つのうちの2つの漢字が当てはまると恐れ多いですね。で、2つ目が賢い方なんで素晴らしい、立派だと。で、最後が賢しを連用形にして賢くにした時に非常にという程度を表す言葉になります。はい、本日は以上となります。もう一度、後半3つ分ですね、確認テストをやっていきます。はい、ではまず、76番からですね。やんごとなし、意味は2つです。1つが好機だ、もう1つがこの上ないと、はい、やむことがないと、ほっとけない、最高だというところからこの上ない好機だという意味になりますね、意味になりますね。続いて77番、ゆゆし、これは、3つ意味がありましたね。はい、まず1つ目は現代語と同じような意味ですね、ゆゆしき事態だと、不吉だ、悪い意味ですね。2つ目はその逆の、そう、素晴らしい。で、最後3つ目がその程度を表す甚だしいと。はい、最後78番、賢し、これは漢字が3種類ありました、意味も3つあります。まず最初の漢字2つ分で恐れ多い、そして2つ目が3つ目の漢字で素晴らしい、そして最後にそうですね、賢しを賢くという連用形にして副詞的にすると程度を表すので非常にという意味になります。はい、いかがでしたでしょうか。本日は以上となります。最後に、昨日の問題から選んだ問題、そして今日の問題の確認テストがありますので、しっかり30秒で答えれるように頑張ってみてください。また今日から動画の最後に、今日の単語の最後の聞き流しを流します。73番、行う、仏道の修行をする。73番、行う、仏道の修行をする。74番、面白し、素晴らしい教主がある。74番、面白し、
素晴らしい教主がある。75番、アラマホシ、理想的だ。75番、アラマホシ、理想的だ。76番、やんごとなし、好奇だ、この上ない。76番、やんごとなし、好奇だ、この上ない。77番、ゆゆし、不吉だ、素晴らしい、甚だしい。77番、ゆゆし、不吉だ、素晴らしい、甚だしい。78番、賢し、恐れ多い、素晴らしい、非常に。78番、賢し、恐れ多い、素晴らしい、非常に。以上となります。Now, the world is yours.